シンガーを目指して活動中のさゆりりと申します。1曲目に歌った曲はテレビアニメアオハライドのオープニング世界は恋に落ちているチコイズハニーワークスさんの曲でした。今回この曲を一番最初に持ってきた理由が、結構皆さん見知った方もいらっしゃるんですけど、初めましての方も多かったので、大丈夫かな大丈夫かな。あ、で、その選んだ理由なんですけど、まあ、初めましての方もいらっしゃるということで、ぜひ歌を聴いて何か入ってる生活音が聞こえるちょっとお広瀬さんつけてもらっていい？少々お待ちください。初めて歌を聴く方もいらっしゃると思うので、ぜひ歌を聴いていいなって、なんかもうね、世界は恋に落ちているっていう曲なので、ぜひ私のことを好きになっていただけたらなと思って、1曲目は、はい、この曲を ありがとうございます1曲目はこの曲を選びました。はい、ということで、そうですね、私事の話にはなってしまうんですけれども、ちょうどね、親に音楽活動反対されてて、内緒でライブとか配信をさせていただいているんですけれども、その就活的なことが来週終わるので、ね、来週終わったら本当に、ね、アニソンライブにまたどんどん出ていこうと思っておりますので、ぜひぜひお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。で、私、まあ、そういうわけで、ライブにあんまり出られなかった分、配信ショールームで配信して、ショールームでタワー投げてあげますよ。ありがとうございます。ありがとうございます。タワー投げてあげます。ありがとうございます。ショールームで配信したりとかして、ちょそのつながりで今日来てくださった方もいらっしゃるので、本当にね、なんていうか、頑張ってればこういういいこともあるんだなとね、今日すごく思いました。ということで、じゃあ次2曲目の曲なんですけど、2曲目は、まあ、私今日仮装じゃなくてゴスロリで来たんですけど、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そう、ね、私自身がね、そのロリータファッション好きだから、あんまりこのコスプレとロリータを一緒にしてほしくないみたいなのがあったんですけど、あったんですけど、ね、次の2曲目にやる曲がよくよく考えたら結構ね、このファッションと合ってる曲なんじゃないかなということで、2曲目はこの曲をチョイスしてきました。聴いてください。テレビアニメローゼンメイデントロイメント、青少女領域アリプロジェクトです。お願いします。花のように軽いささやいて、パパより
罪の子なのでしょうか。ちょっとね、そのさっきお話しした家庭の都合で自分の出番が終わったらもうすぐに帰らないと。ありがとうございます。帰りたくないです。本当にね、来週過ぎたらね、もしまた、ね、イベントに出させていただけることになったら、ね、最後までいるのでぜひぜひ、ね、何かイベント決まったらぜひよろしくお願いします。ということで次3曲目がラストの曲になります。ありがとうございます。そう、なんかね、このライブ慣れしてないからこの A っていうのがすごい楽しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。まだ始まったばっかよ。私も今気持ち的には始まったばっかです。ということで最後の曲なんですけれども、私今更なんですが再放送が始まったフェイトゼロというアニメにすっごくハマっておりまして、ね、毎週木曜日深夜1時を楽しみに1週間を過ごしております。はい、はい、やってますやってます。ということです。それで、ね、本当に多分1ヶ月ぐらい前に知った曲で終わりたいとぜひ思いますので、ね、最後まで聞いていただければと思います。ということで最後の曲はテレビアニメフェイトゼロエンディング青いエルさんのメモリアです。よろしくお願いします。寄り添いながら君を思えるなら
次の準備で、ではクラビア帝国さん
後ろの方でセッティングどうぞよろしくお願いします。その間 MC しましょう、お話しましょう。はい、はいはい、ぜひぜひ。というわけでシャイリリーさん、今日3曲歌っていただいたわけなんですけど、すいません、はい、なんか音がファンファンしたりして申し訳ないです。大丈夫です、やっぱハロウィンだからかなって思って謎の音入ってましたね、はい、あれ原因不明です。あ、妖怪のせいみたいです妖怪のせいみたいです。ごめんな、ごめんな、すいません。はい、ゼリリーさんの活動の話とかまた聞いていきたいと思いますけども、近いうちに何かイベントの出演予定とかございますか？はい、11月18日の水曜日なんですけど、11月18日水曜日、はい、バンタンハウスさんで沖縄で声優ゲームソング歌手として活動されているテドコンユキさん、メロチョさんの、はい、メロチョさんのイベントにゲストとして出演させていただきます。ありがとうございます。はい、11月18日水曜日に、バンタンハウス、はい、バンタンハウスさん、イベントは、夜ですよね。はい、夜です。夜の8時からなので、お仕事帰りの方もぜひぜひよろしくお願いします。お仕事後に寄っていただきたいなと思います。そちらでも歌ったりするんですか、その日も？はい、歌う予定がありますが、まあ、曲は今悩み中なので。あ、曲悩み中。はい、これからまあ3週間ぐらい、ね、悩んで決めようかなと思います。またとっておきのものを持っていきますよと。はい、はい、はい。サイリリーさんは、今その例えばこれからのライブ情報等はどういったところでゲットできますか？はい、ツイッターとブログ、ほぼほぼツイッターなんですけれども、ツイッター、はい、はい、ツイッターでアルファベットでさゆりりって言って、SAYU で LILY 最後のリリーはゆりって意味ですね。 そちらで探せば、そういうことですか、名前に関連するということで、はい、なのでそういうところ持っていかないの。なのでリリーはL です、 R ではなく L です。気をつけてください、ね、はい、LILY でリリーになりますので、はいはい、でそこから多分ブログの URL もリンクさせているので、ぜひぜひそちらでフォローよろしくお願いします。あとショールームっていう配信サービスで配信もさせていただいております。あ、ショールームされてるんですね。はい、11月6日からのこのイベントで1位になると秋葉原の萌えファーレってところでワンマンライブができるよっていう、そういうイベントがあるので、それにね11月6日から参加する予定なので、ぜひぜひ、ね、ショールームのアカウントをお持ちの皆さんはぜひぜひそちらもフォローよろしくお願いします。はい、フォローよろしくお願いしますということです。はい、ありがとうございます。今日では最後にステージでこういったハロウィンのイベントで歌ってみての感想をいただきたいと思います。いやなんか出る前まではそんなに緊張してなかったんですけど、はい、実際ステージに出てきてこう皆さん見てたら、あ、お客さん多いと思って、すごいそこから緊張しだすっていう。そうですね、皆さんずっと見てますから、分かってるんですよ。ありがとうございます、ありがとうございます。でも何だったんですけど、はい、全然なんていうかリハの時よりも声出てたなって、なんかちゃんとね、いい感じに多分緊張感が出てきて、すごいね、リハの時よりもいい感じに歌えたので、はい、それは良かったです。楽しかったです、とっても。アズリアさん、アズリアさん、これ写真だっけ、あ、でも録画できないから、ね、アズリアさんの写真で作りましょう。この間のワールドプレミアム、ずるい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 。ちょっとじゃあステージのお客さんにも公開しないっていうことで、公開する、公開しない、公開しない、なんか公開しないときはちょっとだけ言ってる方、公開しないのでね、思い出で、めっちゃ撮ってる。後で送ってください。というわけで、ハイリリーさん、以上となりますね。最後に一つあります。すいません、最後に、はい、すごい個人的な話になるんですけれども、はい、NHK のアニソンのど自慢 G っていう番組があるんですけれども、今年の3月とか去年の11月にも放送があった第3回のイベントなんですけれども、こちらの予選に出場できることになりまして、
でもしあのその予選からの12組あの翌日の本戦に進めるんですけれども、本戦に残ったら全国でテレビ放送されるので頑張ってきますので、ぜひあの今年の3月に第2回の時も予選出たんですけど、その時はちょっとねあの、うん、出られなかったので、はい、次はもう本当にリベンジしたいと思いますので、ぜひぜひ応援よろしくお願いします。2週間後ぐらい、はい、2週間後でテレビ放送がされるとしたら11月の27。じゃあもう来月で全部結果が出るわけですね、はい、じゃあツイッターとかでまた情報を発表していきます、はい、ということで、ね、はい、随時、はい、発信していきますので、はい、ぜひぜひフォローよろしくお願いします、よろしくお願いしますということで、はい、ぜひサイリリンさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。では少々、ステージ準備が始まります。少々お待ちください。